オレカ07は2017年の国際自動車連盟及びフランス西部自動車クラブの LMP に規制を満たすためにオレカによって製造されたルマンプロトタイプレーシングカー。2017年国際モータースポーツ協会のウェザーテックスポーツカー選手権のオープニングラウンドであるデートナ24時間レース及び 同年の FIA 世界耐久選手権のシルバーストーン6時間耐久レースでデビューを果たした。2015年に投入された、俺かー5の後継者となる。LMP に耐久トロフィーと俺かれ7、開発準備は、俺かー5の開発にまで遡る。俺かレレー5は、2017年の WEC、LMP にクラスの新しい技術ルールについて、 ファクトリーが知っていることを考慮して開発された。フランスのチームは、俺から英語のパフォーマンスから知識を得て、新しい車を開発することを決定し、前任者をベースにしている。俺かの目標は、エネルギーとリソースの使用に焦点を当てることにより、パフォーマンスを最大化することだった。チームは、この戦略を使用して、実績のある前任者に基づいて車を製造するだけでなく、 チームがコストの範囲内で、俺かー5を更新できるようにすることを選択した。俺か07のシャーシは主にーゴをベースにしており、モノコックはあまり焦点を当てていない。俺か07の内部には、ギブソン GK428V8 エンジンが搭載されている。マシンは2016年10月下旬に、ポールリカールサーキットで最初のシェイクダウンテストを実施した。 シグナテック・アルピーヌ・マットムートのアルピーヌ A470 フランスの自動車メーカーであるアルピーヌは WEC でシグナテック・アルピーヌ・マットムートとしてアルピーヌ A470 で出場した。この車は技術的にはオレカレーナナと同じで同じシャーシと内部構造を使用しアルピーヌブランドを使用している。これはアルピーヌが2016年の FIA 世界。 耐久選手権の LMP にカテゴリーで優勝したアルピーヌ A460 の後継者。アキュラ ARX-05 プロトタイプのバリエーションであるアキュラ ARX-05 はインスタのウェザーテックスポーツカー選手権のドッピークラス用に製作され2018年から投入された。マシンはホンダパフォーマンスディベロップメントとオレカと共同で開発された。 エンジンは生産者ベースの 3.5LV6、ツインターボのアキュラ a r 3 5 t t を搭載する。俺レからレ A7 からの他の変更点は、アキュラ固有のボディワークが含まれる。2018年から2020年にかけて、ウェザーテック、スポーツカー選手権にチームペンスキーが2台の車をエントリーした。2019年には6号車のデイン・キャメロン、ファン・パブル・モント・オヤグミが、 翌2020年には、両有の7号車、リッキー・テイラー、エリオ・カストロ・ネベス組が、ドッピークラスのチャンピオンを獲得した。G、ドライブレーシングは2019年に、アウルスレイチとして、ブランド名を変更した G、ドライブレーシングは、2017年と2018年に、俺がレイナナで争った。ロシアの自動車メーカーであるアウルスは2019年に、G ドライブと提携して、 アウルス01として、ブランド名を変更し、ヨーロピアンルマンシリーズでレースを行った。この車は、技術的には、オレカレーナナと同じで、同じシャーシと内部構造を使用し、アウルスのブランドが付いている。レベリオン R13 レベリオン R13 は2018年、オレカレーナナをベースに、LMP1 クラスに参戦するために作成された、ルマンプロトタイプレーシングカー。 レベリオン R1 と同様にオレカとレベリオン、レーシングが共同制作し、エンジンはギブソン GL458 を搭載するバリエーションモデルである。アルピーヌはシグナチュールチームと組み、2021年から WEC の最高峰クラスとなるハイパーカークラスに従来の LMP1 車両が今年限りエントリーできることを活かし、2020年にレベリオン、 レーシングが走らせていたマシン R13 を引き継ぐ形で LMH クラスに参戦する。車名はアルピーヌ A480 となる。2021年からの WEC の LMH クラスの特徴の一つで参加車両の同等性を確保するためのバランスオブパフォーマンスの追加がある。バップシステムの結果、2021シーズンの出場車両のシーズン前、 テストとして機能したスパでのプロローグに先立ち、A480 の車両重量は9 3 0ラムに増加し、ピーク出力は6 0 3ビット h p に減少した。ウィキメディアコモ Commons には、俺が07に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。